を始めるのか、どう環境、場そのものを変化させていくかをぜひ追求していただきたい。究極的には街頭に出ていただきたい。まあ、そうすれば警察も飛んでくるでしょうから、いやでも即興パフォーマーは革命的にならざるを得ないはずであります。しかしやはり生のあらゆる瞬間が革命的になり得る、新しい始まりになり得ると言われても、革命家も即興パフォーマーも困るしかないでしょう。それにそんなことを言えば、ロシア10月革命とジャズ10月革命は一体何だったのかという話にもなります。世界とは出来事の総体であるとすれば、また人間の生徒はそれ自体で革命的であるとすれば、特に特権的に革命的な出来事などないというふうに言えてしまうからです。まあ、フランス現代思想の中において、とりわけ68年5月の革命の後では、これは実は次第に大きな潜在的争点になっていきます。68年には一つのスローガンのように、すべては政治的であるということが言われました。大学における教師と学生の関係も、家庭内の人間関係も、すべては抑圧的な権力関係をはらんでいて、告発の対象になり得るというような意味においてです。しかし、そういうふうにしてあらゆるところに政治問題を持ち込んだ5月の出来事は、実は夏休みに入るとスッと波が引くように終わりました。もちろん終わったのは表面的な騒乱現象だけで、社会の至るところに68年的な問題意識が浸透していくアフターマスが新たに始まるわけです。それでもその浸透力を生んだ爆発的な一撃は文字通り一撃でした。だとすれば、そのような特別の瞬間だけを、むしろ出来事や政治と考える必然性もやっぱりあるのではないかと思ってもいいかもしれない。というか、そういうふうに考える人が出てきても当然でしょう。全ては政治的であるなどと叫んで実践的に途方に暮れるよりは、予期せぬ出来事の世紀にちょっと別のこだわり方もしてもいいのではないかと。ドゥルーズの哲学においても、出来事は予期せぬ偶然の出会いから始まる。それならやはり転換点としての出会いや出来事を注視した方が良いのではと考えても、まあ、不思議ではないわけです。実際68年の革命は起きるはずがなかったという面を鋭く持っています。これは日本の68年の場合も同じなのですけれども、その景気が悪いわけではなかったし、したがって若年失業率が特に高いわけでもなくて、おまけに暴れたのは主として学生であります。だから革命の本体、主力母体は労働者であると考える伝統的な左翼の思想は全く外れたわけです。革命的な出来事が起きる必然性のようなものを探してもあまり敵がない。もちろんベトナム戦争という世界史的な出来事がアジアで起きていたことは、その時起きていたことは確かですけれども、よその国の戦争のために若者が自分の国で騒ぐというのは少なくとも必然的な時代ではあります。予測不可能で滅多に起きず、そうであるから時代を転換させる力を持つのが出来事であるというふうに言ってやることもできる。とにかく全ては出来事であると考えるのではなくて、出来事は稀にしか起きないと考える方向に歩みを進めた人たちがフランス現代思想の中にはおります。そして彼らはいわゆるドゥルーズ派の人たちとはずっと距離を置き続けています。ここでのタイトルに選んだ平等の概念を哲学的に考え直しているランシエルという人はそういう一人です。彼の言う平等も従って、自由平等博愛というフランス革命の理念や民主主義制度の話とは随分趣を異にしています。ここでの文脈に即して乱暴に要約しますと、稀なものである出来事をどうやって正規させるのかに彼の平等は関わっている。つまり平等は方法として構想されているわけです。いかにして革命を始めるのかという方法です。平等というのは一般的に言うと、もちろん革命の目的です。人間を不正や抑圧から解放し、人間に根源的自由を与える革命が成就した後に訪れると期待されている状態です。
つまり平等は人間の政治的な究極目標、究極の未来の別名であるというふうに普通は私たちはみなしています。方法としての平等というランシエルの考え方を、一言で要約しますと、そういう見方を逆転させて平等から出発しよう。平等をすでにある事実や前提、つまり過去中の過去かつ現在であるところから出発しようというものです。いわば革命はすでに成就されているとみなすわけです。では革命はもはややるまでもない愚虚であるということになるのか。誰もがみなすでに平等であるとすれば、わざわざ解放を目指す必要なんかないということにならないのか。そうなってしまっても構わないんですけれども、というかそれならそれでどうして人は未来に希望を託すようなことを未だにしているのか。なぜ現在の状態を私と他人がすでに平等である状態とみなせていないのかという話になります。私たちが毎日抱く不平等感はどこから来ていて、なぜ払拭されないのか。本来必要ない政治的な革命をどうして人々は時々必要だと思ってしまうのか。どうして私たちは自分たちが平等ではないなどというフィクションを信じ、平等を未来に追いやっているのか。平等が事実なのであれば、このフィクションの方は払拭されてしかるべきでしょう。そうするとやはり革命は必要であるということになる。事実である平等は過去に依拠して未来から現在になお到来しなければならないということになる。我々は平等であったのだ、だから今日これから平等にならなければならない。これが実はランシエル的な平等の時間であります。つまり平等を考えるランシエルもまた過去現在未来の順序を混乱させている。平等を3つの時間の共存だと考えている。革命に特有の時間を平等に即して平等の中で考えている。未来は現在の次に来る時間であることをやめて、過去から現在に至る時間へと変換されている。そしてその変換はこれから実現していくべき作業です。私たちがいわゆる政治的な革命と即興音楽とドゥルーズ語りのリトゥルネルに今日認めたのと同じような時間性をランシエルもまた平等によって演出しているわけです。しかし彼の考え方のポイントはこの演出するということになります。平等を未来の平等と現在の平等の間で争わせるわけですけれども、争いが生じるようわざわざ同じ観念であるところの平等を選んでいるわけです。平等を2つに分割していると言ってもいい。フィクションとしての平等と現実としての平等。不平等な現状に不満のない人は平等などフィクションだと考える。しかし平等が現実であれば不平等の方がフィクションになる。するとフィクションだから払拭しようと考える人と、フィクションなのだから放っておけばいいと考える人が分裂する。不平等はフィクションだから放置しておけばいいという人は、しかし平等が現実だと認めているわけですから、不平等を告発する人と自分の平等を承認しなくてはいけない。そうしていきますと、結局不平等な現状は不平等のままであっていいし、不平等が正しい、平等は幻想だと考える人以外は平等をめぐって争わなくてはいけないわけです。けれども不平等が正しいというふうに大っぴらに述べて他人の同一を取り付けることはできないでしょう。同じ土俵で物事を共同の利益のために管理しようなどとはもはや言えないはずです。私とあなたは不平等である、それが正しいなどと言ってしまうと、何の見返りもなしに私の手下になってくれ、私の言うことを聞けと頼んでいるようなものであります。誰かの言うことに従えという理屈は、そうした方があなたのために良いですよという理屈を実は裏側で持っているはずです。つまり持ちつ持たれつの平等を前提にしている。それなしにただアプリよりに命令に従えという命令は誰にも受け入れてもらえないはずです。だからこの時にもやはり争いが始まる。こう言ってみれば、無限に続く争いを平等の二分割は生じさせる。